日本近畿地方京都府京都市中京区、三部三部は京都市中京区の地名。三部寺地名はかつて湿地帯であったことに由来する。平安系造営の際に開発されたが衰退し、元の湿地帯に戻った。須作院跡が日社本社の敷地から発掘されている。中世以後、この地に三部寺が建立され、寺の東側周辺は門前町と集落として形成された。 さらに文明年間には、三分構いという囲いが作られていた。寺の境内には、水茶屋が設けられ、後に花町として発展した。近世にも京都成功の存落として、1729年段階では、村高1244国余り、35の領主が存在した家文書。江戸時代末期、新鮮組が現在建物が残っている、八木亭を屯所としていた。 また1864年には13,800坪に及ぶ細川家の判定が、防門田辻に設けられている家文書。一方、花町としての三部は、京都市佐京区の川端二条に存在した二条新地の出稼ぎ地として許可され、明治を迎えたが機能せず、1880年に消滅した。1889年の市政町村制により、身部村、 西の共存、樹落周りの各村と共に、葛野の群須作野村の一部となった。また、西高瀬川の海水により木材流通の拠点となった。戦前までは、三部寺の西側は、田畑が多く残っており、江戸時代の周囲と名所図絵巻の一平安城51ページ、三部春社にも登場する三部名の産地として、名を馳せていたが、現在は、 開発が進み完全に市街地とかして田畑は全く残っていない。現在、ブナの生産は郊外の畑で行われている。では、今でもわずかに田畑が残る現在、中京区の市場大宮から西、王子通にかけての一部が三の名を冠する。住宅地としても近くには日新道商店街があり、また新鮮組ゆかりの観光地として賑わっている。 2007年までは、京都市交通局の所在地でもあり、京都市電、トロリーバス、京都市営バスの車庫として機能していた。交通局の移転後庁舎は解体され、跡地は京都府に譲渡されて、京都府警察中京警察署となる。現在は、未部奏車場のみが残っている。地名に、未部を監視地区。ありがとうございます。